もうこれタイトルにもあるようにもうマスク時代の終わりだと僕は思っていて、日本ってまだマスクしてます、皆さん、まあ、僕も10日ぐらい前までマスク日本にいたんで、まあ、日本の事情分かんないわけじゃないですけどまだマスクしてるじゃないですかで今回、海外行ってもうめちゃくちゃ思ったことがあってもう誰もマスクしてないんですよ、もう本当に。 ヨーロッパ、マジでマスクしてないです。ノーマスクです。で、ハンガリーとかは、もうコロナ完全撤廃って言って、コロナの規制をもう全くなくしました。で、よくね、オーストリアとかいろんな国もそうなんですけど、ヨーロッパに入るときに、PCR 検査の証明とか陰性証明書のあ、PCR の陰性証明書とか、えーと、中証明書っていうのを求められるっていう風に日本の、えー、とサイトには書いてあるんですよ。で、実際、そういうのが本当に求められるかどうかっていうと、えっ、ー、と、 あのいろんな国境、僕、今5か国目なんですけど、1回も求められることがなかったです。1回もですね、求められることが、えー、なかったです。はい、なので、えーと、もうコロナをヨーロッパの人は誰も気にしてないんですよ、誰も気にしてない、もうマスクもいらないし、ワクチンパスポートもいらないし、はいまあ、唯一ですね、 え唯一、えー、ボスニア・ヘルツァゴニアっていうねなんか謎の国に昨日までいたんですけどその時入国するときに PCR の検査票を求められましたあワクチン証明書ですねワク,でワクチン証明書を出したんですけどもう外人のおっさんのも何か分かってなくてふフふーみたいな感じでチェックして戻してきたんで見てないですね、これはねなんでこの配信で言おうかなと思ったかっていうとやっぱ世界がそうなってる以上日本もやっぱ僕は変わんないといけないと思うんですよ。 で、まあ、諸外国が、ね、コロナ問題ないってなってる中でいつまで日本はそのコロナの規制にをしてるするんだっていう話だと思ってますコロナのに規制をすることのデメリットとしてはやっぱり経済活動がすごく停滞するんです、よね、まあ、飲食店の規制もそうです、今はまあ最近緩くなっ,たくなってきていると思いますけど飲食店の規制もそうです、マスクを,スクをすることによってマスクしないと入れない店もそうですよね、いろんなことがあります、イベントも人数を減らさないといけない、そうすることによって経済活動が停滞するんです。 なのでえ、結果、日本の経済がえ発展しないんですよ、でもやっぱコロナが大変な時代の時、コロナの渦中の時はそれで僕は正しいと思うんですけど、もう周り見てくださいよ、要は隣のね、隣,隣の家の人とかね、隣のね、要はね、クラスの人とかが、もうね、過去あの、まあ、コロナの関係ないって言って、一生懸命活動してる中で、自分たちだけがコロナ、コロナってやってて、それで経済どうすんのって話だと僕は思ってます。はい なので、ですね、あのー、僕は早く、えー、こ日本も変わってほしいなと思ってますし、今、実際僕は海外に出て、海に出て、海を渡って、海外に出て、あ本当にこれ、コロナってもう終わりなんだなっていうのは、自分で実感しました。だから皆さん、もうすぐね、コロナの時代は終わりますよ。はい、コロナの時代はもう終わります。はい、ボスニア・ヘルツゴミア、そう、ボスニア・ヘルツゴビアに行きました。本当に日本だけですよ、こんなことやってるのは、多分はいもう,もう終わりです。はい もう終わりですどうするコロナ終わったら皆さん、コロナ終わったら何するコロナが終わったら何するコロナ終わったら何しますかはい。もういろんな国行ったりとかさ、いろんな旅行行ったりとかさ、ここからはどん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 そういう、えー、とレジャーレジャー産業がもっと活発化するんじゃないかなと思いますし、はいもうそういうふうになってほしいですよね。うん。と思ってます。はい。